久しぶり見たこのオープニング。おはようございます。チケット回します。風の竜と恋人未満の選手たち一挙プレイ始めていきたいと思います。一回クリアしました。それを認めます。ですね、アップデートになりまして、ここの、よいしょ、さらなる旅路というのが追加されました。こちら今までのエンディングを全て見た後に見れるという追加モードですね。というわけで今回は、このバージョン 2.00 ということで、この新しいストーリーをやっていきたいと思います。なんかね、なんか、ハードなものが、ハードっていうかな、なんていうかな、なんか、脱衣みたいなのがあるみたい。いいね、いいねじゃねえんだよ。やっていきましょう。うわ、僕 YouTube で消されたら面白いな、これね。うわ、やば。いきまーす。お、愛してると言えない。もうこの絵からやばいんだけど。おお。キャー、何この雨、滝みたい。しかもちゃんと服までちょっと濡れてる系舞踊者がしてる。すげえ。絵からフェニックスの炎のせいだな。雨宿りできるところを探す。もう正義にされてんのね。今回もセーブはあるね、ちゃんと。前のセーブそのまんま。よいしょ、右クリックに戻る。はい。うん。これは倒した後の後日談的な話なんかな。お。おー、いいね。この環境音。やっと見つけた。もうマントンなんすから、びしょびしょだよ。ん？ぽよ！ぽよちゃん起きたの？なんだなんだ急に。ぽよちゃん。かわいい。なんだこのゆるキャラは。こいつ。あの戦いの最中でもずっと眠ってたのか。仕方ないよ、ぽよちゃん。火が苦手だもん。ついかけらがここに来て。で、雨が嬉しくて起きたのか。この体が桃色でゼリー状のふざけたモンスターは、希少種のスライムらしい、ニュート視点だからね。だからこんなこと言ってんだね。人を溶かすような恐ろしい能力はなく、人外無害だが、希少種より価値が高い。おー。どこぞの人間に捕らえたのを運よく逃げてきて、旅の途中で、という俺たちが拾って仲間になった。なるほどね。運よく逃げてきて保護したのね。追われるぞ、そのうち。完全にティースのペット、そうだね。ゆるキャラだもんね。僕のティラみたいな。頭の上乗ってる。頭の上乗ってんな。僕も乗らして、そこ、ゆるキャラにぴったりだと思う。ぽよー。いいねー。おい、遠くに行くなよ。ぽよぽよ。一体どこなのが首なのかわからないが、うなずくように体をプルプルと縦に振らせて、洞窟の外へ飛び出していって、大丈夫？私も普通の水浴びなら好きなんだけどな。で、リュウトなんで裸に？おっとっとっと。やっぱ傷だらけなんやね。濡れたんだから当たり前だろって。うわぁ、傷だらけだな。体傷だらけ。同じこと言ってる。こんなにたくさん、見たかったよね。ただの古傷だ。だってこれ、拷問の跡でしょ。その発生の死は忘れろと言ったはずだ。ごめんなさい。別に謝ることじゃない。え？俺の生まれて最初の記憶は、暗い地下牢。アニメーションこれ。すげえ！鎖で繋がれ。己がなぜここにいるのか何者なのか。わからぬまま拷問を受けた長い長い日々。幸か不幸か、ある人の助けで抜け出すことができ、平穏な生活を手に入れた。しかしそれは束のままだった。俺が魔族として覚醒したことで、俺を育ててくれた優しい家族は殺され、故国は滅びた。いや、俺が滅ぼした。その後も俺に戦いと生きる術を教えてくれた保護者的な存在だったことがあったが、やはりすぐに死に別れ、弱い12で俺は完全に一人になった。
以来冒険者として、根なし草の旅暮らしを続けている。アニメーションすごいね。俺のせいや孤独が始まった。ならば孤独に生き、孤独に死ぬのが運命なのだ。俺と関わった者みんな不幸になるから。そんな俺の思い出というのをティジスには詳しく話していない。まあね、話してもティジスなら多分普通に受け止めて終わりそうやけどただ一応口を滑らせたことがあった。ハマ族ってことは人間と魔族がちゃんと愛し合って生まれてきたってことだよね。そういう発想考えもあるね。めでたい頭だまあそういう考えもあるよねって言ったら鋭いツッコミ入ってきたんだけど、え、なんでそう都合よく解釈できるのか理解に苦しむ。愛し合って生まれただと。ああなるほどねまあね、犯して産み落としたとは考えないのか。そんな十分あり得る。魔族と人間の考えを考えればそちらの方が自然だ。でも愛し合って生まれてきた可能性だって。ならばなぜ俺は生まれてすぐ一人になった。なぜ牢に監禁された、拷問を受けた。気の遠くなるも長い日々を。そうか、これがそうか、口滑らしちゃったんだね。思わずこれで。そんなめたい仕事ができるのは地獄を知らないからだ。話しすぎた、忘れろ。まだ出会って間もない頃だ。彼女はまるでそれが常識であるかのような楽観的思考が血で血を洗う戦いの中で孤独に生きてきた俺にはあまりにも眩しすぎてイラついた。言ってすぐ後悔した。生い立ちに関して口を滑らせたことではなく、地獄を知らないと暴言を吐いたことに。俺と同じ地獄なんて知らなくていい。彼女って人生に辛いことがなかったわけではない。父親魔族に殺されているのに。それでも明るく楽観的なのは彼女は強いからだ。魔族に恨みを持ちながら魔族の血が流れる俺の過去を憂い涙する。そんなことができるのは彼女が優しいからだ。俺は口をすばらしたしばらく後に彼女は誰かに語りかけてきた。ごめんね、私はリュウトの気持ちは分かってあげられない。地獄を知らないから。知る必要はない。だけどもしもリュウトが自分は祝福された命じゃないと思ってるんなら、私が祝福する。は？え、すげー、いいなこの一枚絵。あなたがこの世に生を受けて巡り会えて本当に良かった。ありがとうリュウト、生まれてきてくれて。すごいいいなこの一枚絵、すごくない？すげー、互いの表情がねしっかり出てますよね。だからリュウトが信じられなくても私は信じてるよ。ちゃんと愛し合って生まれてきたんだって。もう過去を確かめることはできないから、私は私の信じたい方を信じる。あ、いいね。勝手にしろ。それからほとなくして彼女は断ることに俺を好きだと愛の言葉をぶつけ始める極端なんだよねああそうだねただの哀れみだろう。本気にせずに冷たく交わしてきた。俺には彼女に好かれる理由が全く思い当たらない。魔族であって魔族じゃない、人間であって人間じゃない。どちらにも属さず、どちらからも妻はじきにされた俺と哀れみ以外共に会いたいと思うものか。冷たくしていればそのうち愛想を尽かす、そう考えていた。出なければ困る。今は理由があって二人旅をしているが、いつまでも根なし草の鬼につき合わせる気がない。ずっと共にいるとつい情にほだされて、いつか素直になれる日が
なるという甘い考えがかすめたりすることもあれば。そうだね。あのいつの日か、あのこの前のエンディングの文章にも一つありましたね。いつか素直になれるのだろうかっていうやつね。それは叶える夢だ。いや、叶えてはいけない夢だ。俺と共にいることで彼女が不幸になる前に一日でも早く目的を話し離れなくては。だから俺に愛想を使ってくれるのが困るのだ。だが不思議なことに彼女が愛想を使す気配は今のとこなさそうだ。ないね。もしも彼女の言葉が憐憫ではなく本当に愛情から紡がれているならば、それは俺個人になる、恋膜でいいや。なぜそうなった。大衆に分け隔てるその膜、慈愛なのだろう。なるほどね、新刊っていうだけあってね。それはあり得る。そうでなければ納得できない。俺という存在にそこまで思いを寄せる理由が。今もまだ俺の過去を憂いて、ルリーの光が、火にきらめく水面のように揺らめいている。俺の性格上、重い空気を吹き飛ばすことは慣れていないが、そうも言ってられない。お前も脱げ。それだけ言うとさ、とんでもない発言に聞こえるんだけど、リュウト君。え？そりゃそうだよ。まあ、リュウトからしたらね、濡れてるからだと思うけど、乾かすから脱げ。お前もデリカシーないな。デリカシーなさすぎでしょ、あなた。あー、なるほどね。水浴びの時は平気で脱ぎ始めたのね、リュウトの目の前で。あ、なるほどね。なるほど。あのよくあるあのクレヨンなしんちゃんさんの感じと一緒だね。尻を出せと出さないのは。そうだけど。新刊は1日1回水着するのは習わしだと言って、水場を見つけるたび水場にしたがる。出会った時偶然にも現場遭遇してしまったが、それ以外に一度覗いたことはない。まあ毎回覗いてたらただのもうむっつりですからね。覗きたいと思ったことは何十回。やっぱりお前むっつりじゃねえか、ただの。ダメじゃねえか、やっぱり。早くしないと無理やり脱がす。発言だけで見れば恐ろしいこと言ってんぞ、お前。脱ぐ、自分で脱ぐからあっち向いてて。ああ。平常心、平常心。お前、そういうとこあんだな、やっぱ。やっぱりむっつりつけじゃねえか。リュウト、もうこっち向いて大丈夫だよ。あ、なるほど。あ、そうだよね。これで脱いだティリスが出てきたら、もう一瞬で僕はモザイクでしないと、編集でモザイクとかしないといけないんで、バーっと。なんで声ががっかりしてるの。別に、見透かされている。まあそうだね、これだったら安心だね。クシュン、寒いか。さすがにこの格好じゃね。よく見ると下に小刻みに体を震わせている。ね、寝袋用の毛布にくるまっても寒そうだ。まあそうだね。雨で気温が下がってるし、洞窟の中は涼しい。暑さ寒さに強い俺でも少し肌寒く感じるから、ティースには少々辛いかもしれない。乾くまで我慢しろ。え？おお、あんま変わんないと思うんだけど。あんまり変わんなくないこれ。実際これってあんまりあったかくなるのか。まあ、違う意味であったかくなるか。この状態と寒さを感じるとどちらがいい？こっちがいい。まあそうだよね、そうなるよね。そうか。ありがとう、リュウト、大好き。ドクーンってなったぞ今、リュウト君が。この状況でそれはやめろ。不意に言われて彼女という力が思ってしまった。直に触れている肌の柔らかさに軽くめまいを覚えた。それ良くない、良くない、良くない方に行ってるよ。何度言っても慣れない言葉だ。初めの通りに頼まれ、憐憫の言葉とは軽くあしらっていたが、最近は言われて鼓動が跳ねる。なるほどね、やっぱ揺らいでるんですね。期待と喜びと
愛しさと。いずれは話すつもりでいるのに、こんな気持ちが膨れ上がるので非常に困る。はぁ、あ。キャンおい、なんて声出してるいや、多分、その耳の息かかってんだよ。耳に息かかってんだよ。はぁ、とか。ほら、見てみーさ。耳に息がかかって。耳という耳そばでつぶやくと。あ、なんだなんだなんだ、どうなってんだ、あ、じゃないまた強のある声。いいねいいねじゃないんだよ。あはーん。ほんのいただごこと、弟くうちくろごと、くっと息を吹きかけ、わざとでしょ、ついに、ついにわざとっすか。やんじゃねえ。いい反応だな。あれ、こんなゲームだっけ、僕は何のゲームやってんだっけな。おかしいな。ボリュート人の耳で遊ばないでよ。あれ、つい面白くてな。エッチまあ、否定はしない。際どいやりとり。まあ、そこまでまだ際どくはないかな。うん。だって、本当にこんな男のとこがいいのか。急に我に帰るなよ。急に我に帰んな、お前。数分後。信じられん。寝たこの状況で寝るか、普通。恐れてんのか、こいつは。でかい魔法を使って使わせるといえども、無形以外にも程がある。俺を好きという割に、実は男として見られていないのではないかと思う時がある。なるほどね。今がまさにそれだ。そうだね。まずい。これは男には拷問だ。違う意味でな。寒がってる状況にかっこつけて抱きしめたのは己のトガだが、まさかこの状況で熟睡されるとは。いや、こいつのは十分あり得た。この数ヶ月で寄りかかれたり密着した状態の入眠は何度か覚えがある。何度か覚えある。まあエンディングではありましたね。そういう光景がね。あれ、タヌキだったけど。おい。スースー。おい、チリス。スースー。はぁ、あ。さすがに寝ていては耳攻撃も効かないか。むにゃむにゃ。一体どんな夢を見てんのか。むにゃりと顔をほころばせ幸せそうに寝息を立てている。顔立ちは少女といっても差し支えないほどあどけないのに。寝巻きのうつのに詰めた体は見事な曲線美で。殿様には無邪気にエロい。何を言ってんの意識のない者が同行する気はないが。なんだ、観察視点がどんどんずれてんねんだよ。大好きに言うと。ちゃあ寝てる時にね、寝言でね、夢の中でもこいつだ夢見る乙女の前、ささやきに、積もり積もった愛しさがなだれ起こせ、事前のゴミを決壊させた。まさか？あら！あれやっちゃう？お前が悪いんだからな、ティリス。この状況では、何をされても文句は言えん。女が勢は、四極身勝手な男の聞き上げをつぶやきながら、吐息が混じるほど顔を近づける。ティリス。